はい、皆さん、7月の今日24日連休の2日目でございます。金曜日ですね。朝に続いて2本目なんですけどね、約束通り、京都駅の方にやってきましたよ。今ですね、京都駅の、関電のビルの前ですね、西側から撮ってますよ。今日ね、ちょっとね、大好きな公共車両のパトカーがいましたんでね、これをちょっと撮ろうと思ってね、今工夫をしながら撮ってるところです。もうちょっと近寄っていきますからね。この辺りですね、梅小路の特別救助隊、救急車、それから今日はパトカーね、もう軒並み公共車両走ってますからね、これ後でね、通り過ぎるときにぐっと今睨まれてたの分かりましたか？睨んできましたよ。ねえ、大体こんなカメラ向けてると大体そんな雰囲気になりますけどね。はい、今日も人出の方をね、撮ろうと思ってですね、皆さんになんとかお届けできないかと思ってね、GoTo トラベル始まりましたね。皆さんの地域ではいかがですか？京都の方はね、そんなに人が来てる感じはありませんね。ここを見る限りでは地元の人がね、この辺の近所ね、スーパーとかもあるんですけどね、お買い物がてらに出かけてる人、ただね、これ京都駅前の地下街にちょっと降りてきたんですよ。昨日のビデオにもあったと思うんですけどね、おとといかな、あの人はね、その時に比べて、あれ金曜日だったと思うんですけどね、ものすごくやっぱ出てますよね、この辺はね。この辺はね、京都駅のちょうど高速バスの乗り場からですね、正面の方に入っていくんですけどね、ちょっとあまり人がガツンといるところはカメラ向けたくなかったので、まあ、あえて少ないところ撮ってるわけでもないんですけどね。どうですか？以前よりはもう当然ね、人は出てるんですけども、これでお昼の2時ぐらいですよ。雨がね、ちょっとパラパラ降ってきたんでね、皆さんちょっと慌ててね、中入っちゃったんでね、さっきまでもう少し人がいた感じがあったんですけどね。どうですかね。まあ、このおじさんはいつもね、JR で働いている方ですね。ありがとうございます。多分清掃していただいてるんでしょうか。これ京都駅の正面の方にやってきましたよ。以前ね、これ4月とか5月6月のあたりね、もうほんまに緊急事態宣言が出てた頃はもう何にも人いませんでしたよ。パラリパラリですね、1人2人しかカメラに映りませんでしたけど、今は、週末の、まあ、連休ですけどね、金曜日お昼の2時ぐらいにこんな人出になってきましたよっていうのを報告できました。これ駅の中に入りました。今日はね、ちょっと あんまり近いところで撮りたくなかったんで、2階からこれをね、撮ってるんですけどね、これ京都駅の正面入り口ですね。しばらくちょっとここでカメラ構えてみたんですけど、どうですか。まあ人がね、まあまあいますよね。ただ観光客らしき人たちね、例えばスーツケース持ってるとか大きなボストンバッグ抱えた人たちっていうのはなかなかいない感じなんで、皆さんのところどうですか？ GoTo トラベル、またちょっと報告をしていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。